ピーとモザイクばっかりかもしれませんけど、はい、何が届くかお楽しみ。はい、はい、ドレスの藤田でーす。今日はね、会社から許可を得ましたんで、ちょっとウキウキでやってきました。前回の動画で、出てます、勝って後悔した釣り具ランキングしてしまったんですけど、そこでですね、出てます、中華リールや中華アイテム、こちらの方をね、今日は買っていきたいなと思ってます。会社のお金でね。はい、選んできました。まずはね、一つ目これテレスコピックフィッシングミニポータブルロッド言えてないっていうか真似してみてこれと同じやつを取りたいな。それで選びましたでね、あのペンロッドとかって、ね、あるんですけど、あの、まあ、謎のポーズしてますけど、まあ竿ですね、はい、もちろん3色続いてはストリームフィッシングロッド竿ですね。こう何ていうのこれちょっと漢字が読めません。降りるかな、これやばないっす乗れるんですか。これやったのかなこれやりたいっすよね。ちょっと 3000g 3キロいけるよっつって、まあ濃いいける竿ですね。80キロまで耐えれるって言ってるんで乗ってみましょうかね、来たらそのテストいるってなるけどあれもうサムネ決定っすね。続いていきます。ちょっと気持ち悪いんですけど、もうちょっと見たことないですけど、釣り用フラップ爆発ストリングフック用っていう仕掛けです。マジで日本語で頼む。ちょっとサイコパス的な仕掛けですけど、ちょっと日本では見たことないんで買ってみようかなと思います。まあ、値段もね非常にお安いんで228円。イソギンチャクにしか見えないなんかイソギンチャク、そうね、イソギンチャクかウニかなんかに見えるというか、だいぶサイコパス、どんだけ釣りたいねんっていうね、食うてきた魚は全部釣るっていう、それ超えた仕掛け作ったやん100本針ね、この針の数じゃね、僕の考えた仕掛けよりありますけどね。どうレベル続きましていきまーす。これね、ちょっと気になってるんですよ。ハリストリンガーステンレスとかいう商品ですね。トリガーなの？魚が食いついた時に自動で合わせてくれるっていう謎の機能。これ絵がね、マグロなんですけど、ちょっとそれはないやろ。まあ、浮きがついてるやつもあったんですけど、まあ、仕掛けにつけるやつを今回ちょっと買ってみようかなと思います。勝手にかけてくれたのかかかったのかはちょっとわかんないんですけど、それってわかるものなの？この後出てくるアイテムで確認するしかないんじゃないかな。果たして勝手にかかったのか、この気分のおかげで釣れたのかはもうそのアイテムで。続いてですけども、はい、しまさんの処理が面倒くさい商品はやめろ。勝ってよかった釣り具ランキングで僕上げさせていただいたんですけども、ね、それのバッタも、まあ、リスペクト商品が出てるっぽいんで、ちょっとねこの画像は多分同じ島野さんの画像を使ってるんでダメやと思うんですけどiPad を動かすんじゃねえ。2色ほど選んでみました。まあ、どんなもんが来るか、まあ、全く違うもん来るかもしれないですけど、はい、ピーとモザイクばっかりかもしれませんけど、はい、何が届くかお楽しみということで、はい。やばいでしょ、竿折れてんすよ、最初から。ちまののじゃあございません。今回の買い物の合計金額が、送料込みで、2円。購入しまーす。